で、今日は、まあ今日の終わりだね。まあこれぐらいしか終わんなかった。けども、まあかなり進んだっちゃ進んだよね。で、実はね、これ床をはぐるかはぐらないかでビビってる、未だに。はぐったらはぐったらさ、もう引き返せないじゃん。でもまあ引き返したところで地獄で。まあや、できないしさ。でもまあ行くしかないじゃん。あれもうゴーだよね。で、意外とね、これが痛かった。このコンクリボンド。コンクリボンドので、塞ぐやつが意外とうまくいかなかったのが、ちょっと今回は痛いところでしたね。これだけど。で、これなんかね、使い切るのが原則らしくて、これはなんかね、使い切るのが原則らしくて、ダメっぽい。どうしよっかな。もう一回ちょっと明日チャレンジだね。それまでに何かいい妙案、あ、いいか。釘とかネジでほじくればいいか。あ、いっかな。はい。あとはこんな感じです。明日から、初釣りを全力でやるのか、まあ、雨だったらこっちをやり、雨だったらこっちをやり、天気だったら外をやればいいかなって感じです。切り株も切り株で今すごいことになってるから、ちょっとこれは間に合わないな。ゴールデンウィークまでに駐車場を広げられるかなって感じ。はい。